ただいまよりマックスノービスクラス暫定表彰を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝はポールトゥーウィンでした。カーナンバー18番アキランドレーシング加藤翔馬選手、おめでとうございます。第2位カーナンバー15番アキランドレーシング中村海星選手、おめでとうございます。そして第3位はレーシングチームヒストリー with 西田修理工場カーナンバー7番富川和則選手、おめでとうございます。まずはロータックスのウィナーズキャップをかぶっていただいてシャンパンファイトです。はい、3選手にはシャンパンをお受け取りいただきます。金具気をつけてくださいね。さあ3人とも明日のレースがあるからとつぶやきつつ、大丈夫ですか。あ、富川選手、あ、いたいた。はい、それではシャンパンファイトだぞ。はい、綺麗なシャンパンファイトでした。おめでとうございました。では続きまして賞金の授与でございます。見事優勝加藤選手には賞金3万円が贈られます。おめでとうございます。続いて中村選手、賞金1万円、おめでとうございます。第3位富川選手、賞金1万円です、おめでとうございます。3選手にはこのほかチェーンオイルやバックパックなどが贈られてまいります。はい、にっこり笑ってカメラに収まってください。はい、では足元に賞金のボードを下ろしていただいて、続いて青少のトロフィーです。加藤選手と中村選手は今シーズン初参戦、富川選手は3戦連続の表彰台となりました。クリスタルのトロフィーが贈られてまいります。はい、ではウィナーズインタビューです。加藤選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、久しぶりのカート、普段とはやっぱり違いますか。そうですね、やっぱりカートはやっぱ面白いですね。何やってる時が一番面白いですか。やっぱ自由に操れるところがやっぱ気持ちいいです。今日はぶっちぎりでしたけれども、そのあたりはいかがでしたか。そうですね、まだウエイトが軽い分余裕があったんかなと思います。じゃあ明日に向けて一言。そうですね、明日も勝てるように頑張ります。はい、加藤選手でした、おめでとうございました。それでは改めて中央へ寄っていただいての記念撮影です。はい、よろしいでしょうか。なんかどのドライバーも表彰台に乗ってもまだ明日があるしなという感じがありありと見えますよね。明日はどんなレースになるんでしょうか。まずは第3戦、加藤翔馬選手、中村海星選手、そして富川和則選手でした。おめでとうございました。